俺のコンは AWM。 はい、どうも、スコアレです。今回はですね、お話しするのが、ちょっとあれですよ。最近ですね、26の大会があったじゃないですか。e スポーツプロチームのですね、大会があって、コアコードからですね、ちょっと、少し夢から覚めたプレイヤーさんがちょっと増えたんじゃないかな、みたいな感じで。最近思いまして、今回はそれについて語らさせていただこうと思います。そうっすね、この前、レインボーシックスシージの大会があったんですけど、すごかったっすね、熱狂具合。そしてその力の入れ具合ですよね、大会に対する力の入れ具合がすごくて、それに比べて、荒野行動は何やってるの？みたいな、そんな感じのですね、お話を結構、ちょくちょく、耳にするようになりまして、正直僕なんかよりも全然ね、荒野行動頑張っている人たちがすごい絶望するというか、そんな感じの出来事ではあったんですよね。荒野行動最近ちょっとバグが多すぎて、しかも致命的なバグが多いじゃないですか。例えばね、パラシュートバグですね。パラシュートが途中で止まったりとか、あとダメージバグ。相手の回線が弱かったら、相手にダメージが入る判定が遅くなって負けてしまうみたいなことだったりとか、いろいろですね、ドア開けれないやつとかもありましたけれども、そういう致命的なバグが多すぎるんですよね。また、あと仕様の部分でも、例えば、グレポンが強すぎたりとか、FPP モードを使って壁抜きできたりとか、そういうことがありまして、正直、競技するゲーム、例えば e スポーツのプロチーム、プロの人間がその公平な状態でするゲームとしては不適格なんじゃないかな、みたいな、そんな感じで思う人ってのがですね、すごく増えていて、荒野行動をやってて意味があるのかな、みたいな、そんな感じで思う人が増えてきたなと、そういう印象がありますね。僕も正直ですね、去年の今頃とかはですね、やっぱユーザーの意見をものすごく吸い上げて、いろいろ努力しているゲームだなと、いろいろ努力している会社のゲームだなというふうに思っていたんですけれど、どうも去年の末ぐらいから少しですね、そういう吸い上げる力というか、何と言いましょうか、少しユーザーの意見を無視したような展開っていうのは続いているなというふうに感じますし、正直なところですね、今年で荒野行動は、終わるのかなと、オワコンになるのかなみたいな感じで思う部分がとても僕としては大きいです。実況者の人とかとよく話すことがあるんですけど、荒野行動は今年まででしょうねみたいな話もよくしますし、それに同意していただけるようなですね、意見もたくさんいただいてますし、実況者としても、そしてゲームプレイヤーとしても、一つのゲームにこだわるのは、そろそろ、危険なんじゃないかなというふうに感じる部分がとても大きいですね。正直YouTube 上のアクティブとか、そういう部分で見ても、少し地平になってますし、他のゲームに、そういうね、ユーザー層を取られてるなっていうのは、数字でもひしひしと感じますので、ちょっと難しい面が見えてきたんじゃないかなと思います。去年ぐらいからずっとですね、訴訟だなんだと動いている PUBG モバイル、これがあったじゃないですか。PUBG モバイルと揉めている時って、勢力的にはもう圧倒的に荒野行動の方が上だったんですよ。上だったんですけれども、最近のセルラン、iPhone の、iTunes ストアの、あ、違う、アプリストアのセルラン見たことありますか、皆さん。それ見ると、実は、荒野行動が十数位なんですよ。で、PUBG モバイルが30数位とか20数位なんですよ。もう、勢力的に見ても、売上的に見ても、荒野行動と PUBG モバイルって変わらないんですよ、実は。もう。実はもうそんなに変わってなくて。で、その競技性で言えば、PUBG モバイルの方が圧倒的に環境がいいんですよね。ね、適当なバグとかないですし、バグとかあってもすぐ修正されるんですよね、なんだかんだ、PUBG モバイルって。きちんとプレイするんだったら、PUBG モバイルの方が全然いいのかな、みたいな感じに思うんですよ。僕も最近ちょっと PUBG モバイル触る機会ってのがちょくちょくありまして、やるんですけど、ね、楽しいっすよね。変な仕様みたいなのもなくて、例えばその細かいところで言うと、荒野行動ってマンションの棚とか引っかかるじゃないですか。そういうわけわからん仕様みたいな、なんでそんなところでそんな挙動が起きるのみたいなことが PUBG モバイルないんですよ。あと建物の配置だったりとか、そういう土地の
段差とかの作り方とか PUBG モバイル本当にしっかりしてるんで、まあ、そういう面においてもやっぱり競技性の部分に関しては、まあ、PUBG モバイルの方が圧倒的上にいっているのかなみたいな、まあ、ここから僕が荒野行動をやめてから PUBG に本格移行するとかそういうことはまあ決してないんですけれども、まあ逆に僕が何て言いましょうか、荒野行動しかしないってのもないんで、うん、荒野行動の動画も上げますよ、きちんと動画上げますけれど、まあ、2019年は他のゲームの動画もやっていこうかなみたいな、他のゲームもやっていこうかなみたいな感じで思ってます。多分それは僕だけじゃなくて他の実況者さんも肌で感じている部分なんじゃないかなと思いますし、正直まあ一つのゲームにこだわりすぎてそのゲームの衰退とともに終わってしまった方ってのは結構やっぱ多いんで、例えばそのね、かつてはそのパズドラで伸びてらっしゃった方だったりとか、まあ、マリオメーカーあるじゃないですか、マリオメーカーのプレイヤーさんとかもやっぱり苦労されている方は結構見ますし、どうしてもね、ゲーム実況者ってそのゲームをやってるから見に行くっていう、そういう側面がどうしても大きくて、その人がやっているから見に行くっていう、ね、感じでユーザー層を捉えることができている人っていうのはもうかなり少ないんですよね。荒野界隈だったら結構やっぱ数十万ぐらいの登録者をですね誇っていらっしゃる方ってたくさんいらっしゃると思うんですけど、でもそういう方が他のゲームの動画を上げてもやっぱり伸びなかったりとか、することっていうのはまあよく見られますんで、まあ、そろそろそのゲームをやっているから見てきてくれるとかじゃなくて、その僕がやっているからその人がやっているから見に来てくれる、そういう体制をまあ整えていきたいなと、今年は特にですね感じております。まあいろいろちょっとですね僕の方もやり方を変えながらですねさせていただこうかなと考えておりますので、皆さんよろしくお願いします。まあ、こんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。またツイッターやっております、フォローバーしてくれと言われたらフォローバーしますのでよろしくです。TikTok もやってますのでTikTokの方もよろしくお願いします。ミラティブにて深夜の配信しておりますのでそちらもよろしくです。それでは Shiny